バリー・クーパーバリー・クーパーは、イギリスの作曲家、オルガニスト、音楽学者、ベートーベンの研究者として、とりわけ著名で、ベートーベン・コンペンディアムの編集に努めた。エセックス州、ウェストクリフ・イコール・オン・シー出身、幼児期からピアノと作曲を学ぶ。その後は、ジョン・ウェブスターに、オルガン演奏を学ぶかたわら、オックスフォード大学に進み、1974年に、 哲学博士号を取得。オラトリオ、商店などの作品がある。ベートーベンに関する著作のほか、ベートーベンの神話メータ、遺作、公共曲第10番の実用譜を完成させたことによって有名。この実用版について批判も多いが、クーパーはベートーベンのスケッチ帳を丹念に研究して著作。 ベートーベンの創作過程を上司していたため、公共曲の各楽章のスケッチを特定し、それらを一つに合わせて満足のいく全体へとまとめ上げることができたとの自信を持っていた。最初の実用版は1988年にバルター・ベルア式ロイヤル・リバプール・フィル・ハーモニー管弦楽団によって上演された。これはある意味で公共曲第10版を ロイヤルフィルハーモニー協会に提出するとしていたベートーベンの約束を果たすものだった。その後クーパーは実用版に磨きをかけ他のスケッチ帳から素材を付け足して第2の実用版を完成させた。この第2版はウィンモリス式ロンドン公共楽団によって初演された。1974年から1990年までクーパーはアバディーン大学で教鞭を取り17世紀の フランスクラブさんを音楽や18世紀イングランドの音楽理論の研究に携わっている。1990年からマンチェスター大学の教壇に立ち、ベートーベンの後期作品や楽譜工程についての講座を受け持っている。ありがとうございます。